ソネットの調査で標的は確認された。さて、古代超人類の血を引くという小松崎蘭よ、待っておるがいい。お前の中のもう一つの心に潜むという赤い牙の正体をわし自らの手で暴いてくれようぞ。その時こそ我がタロンの最終目的、世界制覇を手にすることができるのじゃ。指令ナンバー02、策謀者ソネットよ、夢夢標的小松崎蘭から目を離すでないぞ。実に見事なテレポーテーションだった。小松崎蘭、お前のその愛くるしい素顔の裏に隠されておる壮大なサイコパワー、赤い牙をぜひともこのわしに見せてくれ。たとえお前がどこに潜んでいようともわしは決して諦めんぞ。今のうちにパワーを蓄えておくがいい。指令ナンバー03、挑戦者ソネットよ、一刻も早く標的小松崎蘭の潜伏場所を突き止めるのじゃ。でかしたぞソネット。蘭小松崎がタロンの支柱にあるということは、赤い牙を手にしたも同然。いや、それどころか我がタロンの最終目的、世界制覇も間近いというわけだ。指令ナンバー04、戦闘者。ああ、こうなれば蘭小松崎を一刻も早く見せてくれ。お前が持っている壮大なるサイコパワー、赤い牙を、このわしの目の前に。ソネットはまだか。今こそお前の持てる全てのサイコパワーを発動する時じゃ。待っておれ、蘭小松崎。わしは必ず見極めてやる。エンジェルのような仮面の奥に秘められた超大なるサイコパワー、赤い牙をな。指令ナンバー05、異臭者。いえい、構わぬソネット。無能なるアズミの奴らの道連れもいとわぬ。我がタロンの使命は一つ、世界制覇はお前のもろ手にかかっておるのだ。